ユーチューブ研究家お前何やってんだよ。え、中学生だって？チャンネル登録2日で1万もうな、食うには困らねえよ。え、チャンネル登録が食うには困らないけど、そういう問題じゃねえだろう。研究家さん、何研究してるか分かんねえけど、 YouTube 研究家だからな、先輩が心配して大学までは必ず行けよと言ってくれてんだろう。 YouTube 研究家どういう意味か分かるだろう。 YouTube はなどうなるか分からねえだろう。水もんでその時にな、学歴の勝負になるんだよ。だから学歴を取れる時に取っとく、勉強できる時に勉強しとく。それをな、過去に苦労された先輩たちからお前に送ってる言葉なんだ、エールで。それを素直に受け止めて、もっと勉強しろ。そう言ってる俺も勉強足りないけどな。分かったか？あとな、俺はな、知っての通り、パーキンソン病という病気を発症してる。これはな、脅かすわけじゃないけど、年齢とか性別とか一切関係なしに突然発症する。なんか手がだれ、頭が重い、なんか体調が悪いわって言うと大概そうだ。今急増してる。親からの遺伝でもないし、薬でもないしな、原因はわからないんだよ。まあ寿命は全うするって言うけど、それもわからない。そういう病気がいつなお前にも降りかかるかわからないんだよ。その時な、お前に子供とか女房とかいたらどうする？ YouTube で食ってます。でももう本人、お前自分自身は仕事できないし、収入がなくなるわけだから、そういった時のために先輩たちの言葉が、学歴をつけろ、大学に出ろという言葉なんだから、やれよ、勉強してな、勉強して家族のためにもお前自身のためにも大学行って勉強しろ。分かったか？勉強はな、好きも嫌いもあるけど、俺はな、勉強は好きだったよ。いろいろ知識をな、吸収するのはな、結構楽しくて面白かったよ。もっと勉強はな、したかったけど家庭があるんで、これ結婚が早かったからな、家庭があるんで許されなかったけど、もうちょっと勉強して大学残って勉強したかったけど、お前はできるんだから勉強しろ、大学残ってな。以上だ。